ジュリアは、汎用プログラミング言語水準から、高度の計算科学や数値解析水準まで対処するよう設計された、高水準言語かつ使用技術言語、および動的プログラミング言語である。平行計算、並列計算、分散コンピューティング、およびアダプターパターン不要で CE 言語やフォートランへの、ホーリンファンクションインターフェースに対応している。 ガベージコレクションを行い先行評価を用いるほか、不動小数点数計算、線形代数学、高速風エ変換、正規表現称号のライブラリーを利用できる。LLVM コンパイラフレームワークを用いて、C 言語、C、スキームで組まれており、標準ライブラリーのほとんどは、独自に実装された。2009年に開発が始まり、2012年2月に、 オープンソースとして公表された。実装の最も注目すべき特徴は速度であり、完全に最適化した C 言語と比べて計算パフォーマンスの低下は半分程度であることが知られている。2018年8月8日にバージョン1.0がリリースされ、2020年8月1日にバージョン1.5がリリースされた。開発者の3人は、シャムの JH ウィルキンソン賞を受けた。 ジュリアランゲージ仕様、クリエイターズ・ウィン・ジェイムズ・エイチ・ウィルキンソンプライズ、ホーニューメリカルソフトウェア、MIT ニュース。次のコードはジュリアで書いた、ハローワールドプログラムである。プリンルン、ありがとうございます。